ヤンバルミョウガは、つゆ草科の植物の一つ。直立する茎の途中の節から登場に集まった花を多数つける。地上の茎が直立する多年生の草本。地下茎は太くて石棺に、長さ2から3センチメートルの鞘がある。茎の株は横に生い、節ごとに根を出す。それより、先の茎は直立し、背丈は25から9 0トルになり、 石管は2.5から1 1 5センチメートルほどで、全体に無毛か、やや無毛。茎の断面は円形をしている。葉は、線状長楕円型で、長さ15から2 5トル、幅は4から6 5センチメートル。先端は緩やかに突き出して尖り、基部は次第に狭まって、長さ2.5から3センチメートルの幼少に続く。幼少には、 多数の縦脈があり、幼少の上部から幼心の基部にかけての円に泡褐し色の長さにから4ミリメートルの毛が密生している。夏季は7から11月。花は茎の中ほどあたりの溶液から葉床を貫通する形で出て、10から30個ほどが頭上に集まった果女となり、果女には柄がないので茎の脇に直接に花の塊がくっついた形になる。 褐色は単行緑色から白。外褐皮片は長さ6から10ミリメートル、船型で背面中央にはっきりした量があり、先端近くでは量の褐色の毛があり、また円沿いに列をなす毛がある。また、外褐皮片は宿材性で花の終了後にも残る。内褐皮片は頭頂大円上皮神経。湯髄は褐皮片とほぼ同じ長さで、 花糸には立ち上がる形に生える毛がある。果ては産業のある卵型で、長さ約6ミリメートル、先端は多少凹んでおり、長く荒い毛がある。産室からなり、それぞれに1個、あるいは2個の種子が含まれる。仮種皮は赤く、種子そのものは、団子虫状で開国色。日本では、南西諸島の奄美大島、沖野選ぶ島、沖縄本島と八重山諸島に知られ、 国外では台湾、中国南部から東南アジアに分布がある。産地で樹木の下のやや湿気のある場所に生える。本種の属するヤンバルミョウガ族はアジアとアフリカの熱帯域を中心に20種ほどが知られるが日本には本種一種のみが分布する。同じ強草堺であるヤブミョウガ族パリアは草種などが似ているがこの類は 果樹が茎の先端から出て、塩水果樹をなすことから、見かけが大いに異なる。なお、類縁は、極く遠いが、卵化の琉球詐欺層、ハベナリアロンジェテンタキアラタが茎や葉の様子など、とてもよく似ている。もちろん花があれば、間違いようはないが、むしろ花がないと判断に迷う。環境省のレッドデータブックでは、指定がないが、鹿児島県では、純絶滅器具に指定されている。 おそらくは、鹿児島県では、分布が限られているものの、沖縄県ではごく普通に見られる、ということであろう。以下、主として、大橋他編、へ P265 池原、P149 池原、P149 初島。771大橋他編、へ P265 池原、P149 大橋他編。 p 2 6 5日本のレッドデータ検索システム2020年1月8日、閲覧。ありがとうございます。